作らせていただきましたモンガラカワハギちゃんでございます。モンガラカワハギちゃんはとっても綺麗な模様がたくさんついています。笠間焼の先生、栗原工房の栗原先生にご指導いただきながら作ってみました。栗原工房様のオリジナルの花瓶、この花瓶にヒレとかお目目とか口とかつけてみたんですけど、実際に栗原先生に焼いていただいた後に、そうだ、自分で色をつけていきたいと思いまして、アクリル絵の具で口のオレンジ、お目目、全体的に黒い体に白い模様、描いてみると本当に楽しくて、モンガラカワギちゃんって非常に原色に近い色をしてるんですね。黒は真っ黒、白は真っ白、オレンジは本当の鮮やかなオレンジですので、はっきりした色で描きたいと思いまして、夜中の12時ぐらいからずっと朝まで描いてたんですけど、すごく楽しく描けました。ちょっと面白い点としましては、口の中に歯を描いたんですけど、歯が鋭いところをちょっと強調して描いてみました。こちらはソウシカエルアンコウちゃんでございます。カエルアンコウの仲間でも最も大きくなる仲間です。最大は40センチほど、かなり大きなカエルアンコウちゃんなんですね。この形はやっぱり魚だなっていうのが、ギョッツい顔してるんですよね。本当に怪獣みたいな。自分でも色をつけてみたいとは思ったんですけど、笠間焼の味のある深い色をつけていただきたいなと思いまして、栗原先生に色をつけていただきました。もう本物見せていただいた時に、うわ渋い、これは渋くてかっこいいと、見事な色に焼き上げていただきました。隣には私が作らせていただきましたこちら、ソシカエルアンコちゃんの本物の剥製、こうして見比べていただきますと、なんだか本当にすごいなって思います。こちらの鈴木ちゃんは自分で色をつけてみたいなと思いまして、アクリル絵の具で色をつけてきました。青色がこう乗った黒い褐色、それをちょっとこう淡いグラデーションで、ね、描いていきました。お口はとっても大きい魚ですので、お口の中の下は淡い桃色に、奥の方は赤い色に、お口をこう強調するように彩色してみました。よろしくお願いします。これがお魚さんが描かれている無惨人の器です。どうぞ手に取って。よろしいんですか。はい。じゃあ大変貴重な、失礼いたします。あ、触れた感じがツヤツヤですね。無惨人の場合は、はい、器ありきじゃなくて、はい、客人に料理を振る舞うときに、はい、その器が気に入らなかったから自分で作り始めたっていう。ご自身ですごい。実際に美食クラブをやっていましたので、はい、あの美味しんぼのモデルのような、はいはい、私ががっちりとしてまして、背びれが一つずきになっているという、でかつ二つにこう分かれた尾びれの付け根が非常に太いですので、はい、鯉ちゃんなのかなと、はい、やっぱり鯉と言いますと、はい、日本では淡水魚の王様とされてきましたので、はい、王描かれたんですね。はあ、わあ、うわ漁業、こちらはテナガエビちゃんですね、はい、この繊細なテナガエビちゃんのおみ足と
触覚。名の由来の長い手。すごいですね。躍動感の生き生きしてますね。お色がまた美しいですね。少し触れさせていただきます。はい、もちろんどうぞ。失礼いたします。あ、つるっとしていなくて、しっとりとしてる感じで、シルクに触れてるような。ぜひ裏も。ああ、ありがとうございます。失礼いたします。神様の直筆サイン。なんてなんかこう魂が非常にこう込められてる感じですね。はい、ちょっと失礼いたします。ギョリヤク、ギョリヤク、ありがとうございます。いやーすごい。あんまりこう考えすぎると難しくもなりますし、なかなか先に進むのが時間もかかってしまうと思うんですけど、自然に思った、感情っていうんでしょうか、これは自分で作ってしまおうという、そうですね、その気持ちが本当に素晴らしいなと思いまして、はい、魚が好きなんだから作ってしまおうという、うん、そういう気持ちで臨ませていただきたいなという、ワクワクしてきました。笠間市市長の山口です。大学のお魚の専門的学者であるとともに絵を描く、その芸術家でもあり、さかなクンの人間性とか多彩性、そういうものに大変こう親しみなり驚きを感じたところでございます。子どもさんたちから大人まで年代を超えたファンの方が今この企画展に足を運ばれているということであります。また日数はありますので、ぜひ極楽展に足を運んでいただいてですね、さかなクンのことを理解し深めていただければと思っております。